ランプレスボーイのランプラジオ。ランプラジオのいけにえゲストコーナー。本日のゲストは静岡から2人来てくれました。ラジオ DJ ベーシスト古谷智弘くん、そして元アイドル、現在はモデルの葉月ちゃんだ。それでは張り切っていけにえになってください。どうぞ。はい、皆さんこんばんは。今日はなんとゲスト、ちょっと顔が見えてる、ごめん、ちょっと俺モザイクつけてるの顔ね。え、実は顔隠してるぞ葉月、やめなさいやめなさいね。今実はですね、僕は古谷智弘くんと葉月ちゃん、まあ、この葉月ちゃんって一体誰なのかね。え、あずきちゃんじゃないよ、葉月ちゃんだからね。その葉月ちゃん一体誰なのかと、今3人でリモートで LINE 電話で繋がりながらね、ちょっと喋ってるんですよ。変ないやらしいおじさんが二人ずつ映ってます、すいません。ええ、というわけで今日は古谷智弘と葉月ちゃんをゲストです。こんにちは。こんばんは。どうもこんばんは、ね、よろしくお願いします。ちょっとね、よろしくお願いします。おめ、カラオケ屋で一人で飲んでんじゃねえよ、それね。美味しそうにさ、さっきから飲みやがって。打ち合わせ大事だ。わあ、ほんとね、さっきからね、僕と葉月ちゃんがね、すげえいろいろね、映画の話とかして説明して、喉が渇いてる、一人だけあーなんてやつね、ねえ、うまそうに飲んでやがってね。ねえ、見せつけだよね。というわけで、なぜ今日この3人が集まったかと言いますと、実は次に目指してる、はい、この前までは僕と古谷くんが頑張った島根映画祭、はい、なんと古谷くんが僕を力ずくで投げ飛ばした、老人を関係なく投げ飛ばして1週間首が痛かったという、はい、ね、うん、そう、そのね、あの名シーンがあるミラクルみっちゃんが、はい、奨励賞を取りました。ありがとうございます。監督、ね、ありがとうございます。どうも、監督デビュー作品がもう賞ですよ。ありがとうございます。すごい、ね、こうやってね、皆さんね、古谷はね、ラジオでね、オンエアしないと褒めてくんねえだねえ。ね、こうだからこうやってラジオでゲストによってわざわざ褒めさせるだね。ねえ、自画自賛でございますけど ね, 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 ね、だからそこで、ね、でそして今度は今度古谷くんまた主役の物語を作ってしまいました。本当、しかもラジオの物語で、今度は何かというと、はい、ヒロインが必要なんです。ヒロイン、 そうですね、そこで、ね、今回の主役は2人、古谷くんと葉月ちゃんが主役ということで、はい、じゃあ葉月ちゃん自己紹介お願いします。はい、こんばんは、はい、静岡県出身、はい、葉月です。葉月ちゃん、はい、はい、ね、すごい短い、短すぎるね、ね、すごい淡々と、もうあの、ね、下手にね、小学校1年のね、あの自己紹介よりは良かった今。小学校1年の、ね、静岡県出身、なんとか部屋、葉月の山でございますみたいな感じで、ね、怒られるね、私の得意技、ちゃんこ鍋を鼻から食べるでしたよ。口から食べろよ、ね、ね、呼んでるぞ、カラオケ呼んでるぞ、ね。古谷くんカラオケボックスであのいつも録音してる。実は前のラジオドラマと、あの鳥取三朝温泉白老食堂物語も実はカラオケボックスで撮っててくれたということでね、はい、そうですね、はしごしてですね、で発信をしてね、はい、でそんな中なんですけど、はい、葉月ちゃんは一体、じゃあ今、あのね、じゃあなんで葉月ちゃんはあの静岡県にねいる人なんだけど、何をやってる人か、ちょっとみんなに説明してもらいますと、葉月ちゃん。ええ、はい、私は今、ええ、モデルを目指していろいろ活動させていただいてます。あ、モデルをやる、はい、どんなモデルが得意ですか？ファッションモデルとか、ね、あと右、ね、葉月ちゃん右の拳がすげえかっこいいから、K-1 ファイターモデルとか、てめえらかかってこいって、ねえ、ちゃっちゃっちゃっちゃなんて感じで、俺やられるわ。よかった、長野県で離れてて、ねえ、ねえ、葉月ちゃん、じゃあ、そのモデルはどんなやつ？撮影モデルとか、あとは、ランウェイを歩けるようになりたいなっていう夢があります。あー、なるほどね。あれですよ、監督、あれですよ、葉月さん、この間、うん、あの、はいはい、静岡の、はい、フリーペーパーの表紙を、ありがとうございます。すごいですよ、この間マジで、はい、あ、そんなことまでなってる、ありがとうございます、ね、はい、ね、すごいな。だからそんな葉月ちゃんがのヒロインになってくれるということで、今回 ねよろしくお願いします、ね、まあ、僕たちはね、ラジオドラマもやったり、その映画もね、はい、経験してね、まあ、賞も取らせてもらいましてね、大きな大会で出させてもらって、はい、で今回さらにちょっとレベルが高いね、
あの金沢映画祭というところへ、ね、ちょっと挑戦しようということで、今回は短編じゃありません、はい、ちょっと長めに作りますけど、そう、そんな中であの古谷君主役のラジオ DJ なんですけど、そう、はい、古谷君その、はい、どうですか今回の役は。また古谷君が主役ですけど、いやちょっと今回の役は、まあ、はい、非常に僕は、まあ、ラジオでやらせてもらってますけども、なんかまずストーリーが、ほっとドラマチックな展開で、そうだけど俺の顔見て、二人とも俺の顔見て、はいエロチック、はいありがとうございましたね。はず、携帯倒れちまうんですよ。おいゲスって言うね、携帯がノックアウトしまってよ。ねえ、そうね、あ本当に、しかもこのね、しかも、すっごいやっぱストーリーが感動して、で自分があの、こういう DJ に なれればなって思ってる DJ 像が僕の役なんで、そうね、だけど、はい、やっぱり古谷智弘が入ってますね僕ね、あ古谷智弘君のその、はいね、だからあのちょっと刻みに行って、まあ、やってたんだけど、やはりちょっと、はい、いつもの古谷智弘でお願いしますってさっき言って ねさっきね、そんな感じで、はい、だからいつも通りのラジオで聞いてるような感じになる、はい、今回は皆さん映像で見ながら、はい、そしてあの映像の中ではまた一工夫二工夫もしていこうと思います。やはり映画ですからね。ただ そのラジオのシーンだけではなくなるんですけどね、はい、では葉月さん、その映画に、ね、今回は初めての映画出演ですけど、はい、どうですか、意気込みとかありますか。本当にお芝居が初めてなので、何も見てください、いや大丈夫です、僕の顔見てください、猿芝居です。、はい、ありがとうございました、ね、あ葉月笑いすぎだぞお前。葉月写真撮るぞおめえ今。なあおめえすげえよ、本当胸叩いて喜んでるよもう、ね、すごいよもう、ブリーフパンツ1枚で今飛び回ってるよ葉月、ね、怒られるねえ、うん、ね、こう表紙を飾るじゃん、俺さ新聞の置き網欄飾っちゃうよね、今度葉月に殺されるね、ね、受刑者おい、古谷お前もっと変なやつ今度用意してやるやん、ね、やだ絶対やだ、ねえちょっとね、はい、主役だから何も言えねえけどね、じゃあ葉月ちゃんなんか、ね、意気込み、まあ、初めてなのは、はい、ね、僕たちも実は映画はこの間初めてだったんですよ、はい、ラジオでは演じてたんですよね、よく、はい、古谷君の主役やってもらったり、はい、でも、はい、ラジオドラマっていうのは楽なのが、正直言って台本見ながら、あのね、まあ、あのマイクでその演技するんですけど、はい、今回は自分でこう、ね、自分の良さを出しながら、はい、まあ、アドバイスもするんですけど、その言葉に合わせたジェスチャーもしなきゃいけないっていう、はい、ね、そう、じゃあちょっと葉月ちゃんに早速ちょっとジェスチャーの稽古をしましょう、今このラジオで、ね、はい、ではあの鼻を噛んでチーンとやって丸めて古谷に投げるシーン、お願いします。はい、シーン85カットさん、葉月それでは古谷に攻撃スタート。チーン。わかー。ちょっと聞こえて、皆さん聞こえましたか今。ちゃんとやってくれました今ね。ね、これが女優。飛んできましたこっちまで。よかったです。ね、今ちょっとリモートでカメラやってるんだけど、本当にフリアの方投げてた。ね、ね、すげえ。その後だけど、その後はちゃんとね、あの葉月ちゃんやっぱねアドリブ得意。ね、俺に言われたら、監督に言われたら鼻のねティッシュでチーンって鼻かんでからフリアに投げろったらそのままやったんだけど、葉月ちゃん皆さんそれだけじゃ合わなかった、アドリブあって今度俺の方に向かってサジ投げたからね。ねえ、もうお前なんかやってらんねえよ葉月の、私は葉月だよって。ねえ、私はそのもうあのレッドカーペットも歩くかもしれないし、ね、なんとか言えば歩くか、お前のダンプの屍の上も歩いてやるって感じのね、ねえ、それが葉月でございます、女優葉月でございます、皆さんいいですか、ねえ、いやそんな中ですけど、ね、今回のラジオ、はい、その映画のタイトルがいろいろ考えました、古谷君とも考えていろいろ出したんですけど、最終的にラストリクエストってやりました、ね、ラストリクエスト、この、ね、意味が、ね、最後に分かるようにそう、ね、ラストリクエストにしましたん で、はい、そ, うでその古谷君 のラジオ愛、そしてこの葉月ちゃんが古谷君のファンだった、リスナーだったというところからのスタートなんですよ ね、はい、そしてそれからのスタートになって、僕はあの単なる通りすがりの旅芸人の役でございますね。ねえ、葉月ちゃんに踏みつけられる屍の役でございますね。ねえ、まだ行こうね、ラウェイですね。はい、ね、そうそう、葉月ちゃんに、いや、ダンプさんのあの素晴らしい役みたいなって、あの道端に転がった、エロ本か石ころにダンプさんいいかもしれないって、こんな感じですか。ね、
役じゃないよ本当に。もう蹴りよ。いや思いっきり蹴って。もう俺ね静岡のお前ら二人と知り合ったのが役じゃなく役同士だよもう本当に。役ね。ね俺聞いて聞いて俺役病神うるせえよ。ねうるさいよね。でそうそんなわけなんですけど、ねそんな二人がやる中で、はい、僕はディレクター役なんですね。ね、古谷君の番組のディレクター役で、はい、やってきます。で、はい、またカメラマンはユージさん、ねね、で4人で作るという、うん、でさらにあの、ねねまあ、とりあえずリスナー役で何人か頼んであるもんで、はいありますね、私ももしこのラジオを聞いててちょっとリスナー役ちょっと自分で撮ってもらうのができあので送ってもらうような形になりますけど出たい方いればまた、ね、僕のねとこに行ってください、ね、古谷君のファンの方はずきちゃんのファンの方出たいって一緒にラジ、ね、映画で一緒に作れちゃうということですよ、はい、だから、ね、ぜひ静岡の皆さん自分で撮、はい、れば OK です。パンツ一丁でパンツ一丁やめて、ね、自分でラジオを聞いてるシーンが欲しいんですよ ね車に乗ってるとか、ねはい、料理してるとか、はい、なんか筋トレしてるとか、はい、散歩してる、はい、そんなシーンを10秒ぐらいを 2,3 本、はい、いろいろなアレンジしてもらえればいくらでも使いますのでそしたら、はい、みんなで作るラジオになるということになるんです ね, いいですね。それがまた自分たちの、ね、映画でございますよね。素敵ですねって棒読みだぞ、はいね、素敵ですね今鼻ほじりだから ね女優ね女優さすがだね。もうねもう笑顔がすごい素敵。もう葉月ちゃん笑顔が素敵。もうザ作り笑顔ってやつが ねで俺と喋るときって言ったらザ、ね、ザ苦笑いになってザ失笑になるけどね。ね引きつり笑いか引きつり笑いね。そうそう引きつり笑いで葉月ちゃんに、ね、拳見るとね俺が失禁になる。やめなさいねえやめなさい年なんだからね年なんだ普通に荷物持つ漏れるんだからやめなさい。次ラストリクエストじゃなくてラストハルンケアという映画を作りますよ皆さんぜひお願いします。その後もうねこんにちはパンパースをやろうと思いますので ねもうおむつなきゃ生きていけないよ ね,、はい、ねパンツ親父ボーイですね。うるせえお前これ本当にお前主役かっこいいんだからもうちょっと抑えろよお前さおめえリスナーのお前のファンの人から俺メールもらったんだけど、はいはい、古谷君がどんどん変わっていくっていうメッセージもらったのよ。もう監督のせいですよこれはもう。いやそれだけど、ね、ダンプさんはやらしいキャラとか面白いキャラだけど、うん、古谷君はけどそれがいいですとか言ってみんな古谷褒めるんだよ。逆に頭くんだよな頭くんだよな俺が地獄に引きずり込んでるのにお前だけ天国行っちゃって、ね、よしみんなもっとメール送っちゃえ、ね、もっとメール送れみんな、ね、やめてくれみんな ねたまには俺も褒めてくれよ。褒めて伸びるんだから俺だって伸びるんだから鼻の下が、ね、なんで鼻の下伸びるんだよ。ねえ、ねえ、はずきちゃん見て鼻の下伸びてます。僕と古谷が。ねえ、ねえ、それぐらい本当に美しいですよ。はずきちゃんは。美しいです本当にね。本当にもうねぜひねそのヒロインのね初めて、はい、これでねはずきちゃんはねうちのねダンプラジオそしてダンプムービーのこれ一員になる可能性あります。はい、CM も出るかもしれないし、ねいろいろラジオにも今度からどんどん出るかもしれませんね。はい、ねいということは全国各地のラジオにも出てもらっちゃうってことですよね。そうですね、そうなんです。本当出て出演してもらいますので、はい僕の仲間のラジオ局とかにこういうことやってますよとかね、はい、いろんな僕の周りの人たち今いろいろ出てまして、はいねはい、タクワユミさんもそうだし、ね、山下時子さんサインでの歌姫そしてもうフリーアナウンサーとか、ね、みんながみんな出てくれてますのでね加藤寛太さん、ね、福島 FM の人気アナウンサーの古谷君の番組も出てくれましたしね出てくれましたしね古谷君は今度福島 FM にもインタビューで出てるしね。そうですねすごいですございますよ。ダンプネットワークが凄まじいですからね、はい、本当にねそうもう本当にねもうとにかくみんなに ねお前んちの玄関でてめえねパンツ一丁でもう本当にブリッてやっちゃうぞって言って脅すとみすぐ出してくれるからねやめなさいパンツ味もうやめなさい本当にもうすいませんでした。苦情は古谷智弘の番組をお願いします。ね、まあそういうわけで実、はい、ね今日は実はもうこれは3月1日放送なんですよ。その翌週にはもう僕たちは撮影に入るということでね。はい、で3月の終わりにはもうねこの映画ができてるということで、ね、で秋にねどうなるか選ばれれば金沢まで行って僕たちは行って向こうに呼ばれたらもういただきです。すごい呼ばれたら向こうでね、ねまあ、それでダメでも他の映画もまた作るということでなってきます。うんすね、皆さんぜひねラジオもあるんですけど僕たちまた映画とかね CM とかねその映像の方にも進んでいきますのでまた皆さんぜひよろしくお願いします。はい、最後にじゃあ古谷君じゃあ葉月さん古谷君最後に一言どうぞ。
はい、この作品ですね、はい、まあ、僕はもう脚本を読んだ段階ですっごい、はい、ジーンとしてあったかくなって、で最後ね、ちょっとだけ切ない感じだったんですけどね、ぜひ ね、うん、主役をですね、もう精一杯演じきって、ね、うん、この映画祭で賞をもらえるように、そしてですね、はい、もう感動させるように頑張ってきます。お願いします。お願いします。ありがとうございます。じゃあ葉月さん、最後に皆さんに一言お願いします。はい、本当に演技初めてなんですけれども、皆さんに感動を届けられるように精一杯全力でやらさせていただきます。よろしくお願いします。あ、素晴らしいですね。もうね、みんな感動で、僕はこの前家感動されました。すいませんでした。感動ね、それ、それ、それ、感動親父ボーイ、ありがとうございました。だからそうやって言うなってこと、お前喜んでいいね。お前が、お前そんなにね、ほん水を得た魚みたいに笑うな、お前ほんとね、ね、というわけで、またじゃあ皆さんで、またこの3人でまたラジオ出ると思いますけど、まだ今日は、はい、ゲストは、古谷智弘くん、そして、はい、葉月ちゃんでした。よろしくね。どうもありがとうございました。ありがとうございました。さあどうも。